頭アオ葵は、馬の鈴草アオイ族の常緑の多年層。乙女葵を基本種とする亜種。本亜種は乙女葵を基本種とする亜種であるため、他の肝葵族と異なる特徴として、開花と普通馬が一年おきに交代して形成される。また植物体も乙女葵によく似る。養身は卵系、または三角状卵系で、 長さ6から11センチメートル、幅5から8センチメートルになり、基部は心形になる。葉の表面は光沢がなく、田んぼうが治るし、しばしば雲紋状のブチが入る。夏季は10から11月で、花は翌年まで残り、脂肪が成熟し結実する。花に花びらはなく、学歴ペが花弁状になる。花は小型で、地に伏して咲く。学頭は褐色、または、 緑褐色を呈し、筒型で縦に長く、長さ7から1 1トル、計10から1 2トルになる。学頭内壁には縦横に隆起したひだが発達するが、基本紙と比べれば、複雑にはならず比較的規則的で格子状になる。学列片は三角状乱形で、学頭より短く長さ5から9ミリメートルになり、表面は滑らかで、 カンアオイエーニポーニカムのように多数の毛はない。ユーズイは12個、カチューは6個ある。なお、学党の形態についての表現は文献により微妙に異なり、前川文夫は、学党の上部記憶してかつれある。菅原隆氏は、学党は一般にカップ形状で、上部でくびれたり、わずかにくびれたりしない。菅原隆氏は、学党は、筒型で上部がくびれることはなくとしている。 日本固有種。本州の静岡県東部の伊豆半島中部の低山地と神奈川県南西部の西丹沢に分布し、紅葉樹林の臨床に生育する。基本種の乙女葵とは、静岡県東部及び神奈川県西部と分布域が重なっているように見えるが、その区域ははっきりと異なる。和名、頭相館葵は、豆愛館葵の意で、豆称は、 産地の伊豆地方の、豆みえと相模地方の、層に基づく。前川文夫による命名である。アシ名スドセバッティーリーは、スードサバッティーリーの意味であり、スードマイナスは、ニニタの意味。サバッティーリーは、ホノア種の基本種である、オタメアオイの種商業であり、明治初年に、横須賀製鉄所に在任した、フランス人の医師で、日本の植物を採集したリドビックサバティエヘ。 混迷されたものの意味である。この場合、スドセバッティリーは、乙女葵に似たの意味となる。前川が、伊豆の修善寺さんの標本に基づいて、新種ヘタラトラパスドセバッティリーを、記載発表した、際の種賞名であり、菅原隆が、独立種から、乙女葵を基本種とする亜種に、階級移動した際に、そのまま亜種名になった。純絶滅危惧。ありがとうございます。